ですけど、まず第三者委員会の、畠田委員長、こういうふうに言ってるんですが、やっぱり前の校長に対して経理処理のルールに反しているという問題意識は全くなかったというふうに中断してますね。それが勉強スポーツで目覚ましい成績を上げている